皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は塾と私学の情報交換会のお知らせをします。私実はね、この交換会を主催する、ね、主になって進めている教育関連事業者ネットワーク、短くして教官ネットというところに所属しています。で、この催しですね、学習塾を対象にした催しです。学習塾だったら別にこの会に入っていなくてもどこの学習塾でも参加することができます。どんな内容かというと、教材会社による入試の分析、それから私立高校の本音を聞く、そういう催しになります。日時は6月25日の日曜日です。会場は三島市民文化会館。13時20分に会場して、13時30分からミニ研修を行います。このミニ研修というのが教材会社さんによるこの入試の分析ですね、これになります。教材会社さん、中村出版さん、それから、県の統一模試を行っている学力調査研究会さん、そしてもう一社、ブロードバンド予備校さん、この3社に行ってもらいます。その後15時からは情報交換会になります。この情報交換会が、私立高校の本音を聞き出す、そういう会なんですね。参加していただくのは2つの高校です。御殿場西高校さん、それから飛龍高校さんです。それぞれの学校、2つの学校にいろいろお話を伺った後で、全体でのフリーディスカッションを行います。そして、終了が16時10分、このようになっています。もし、これ参加したいなという方いましたら、この教育関連事業者ネットワーク、教官ネット、こちらのホームページから申し込むことができるので、どうぞそちらから申し込んでください。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。